自作。仕事の内容や用途に合わせて選ぶ。小刀で小割りと削りをする。小割りは刃先で竹口を作った後、小刀の土手で竹を裂いていく。刃先で小割りをすると刃が竹に食い込み、まっすぐな竹ひごを得ることができない。竹の皮と実をへぐ、つまり竹の皮を剥いで薄くする。さらにそれを鉄のこの刃を使って自作した薄刃の小刀で製品の厚さに削っていく。材料の整理や管理は職人の大事な仕事の一つだ。先ほどつけた刻みが小割りした後もはっきりと残っている。これが目安となり、後々の作業に役立つ。竹を割った順番で束ねる。竹は外径と内径の長さ、先端、根元の太さが違うため、編み込むときに繊維の長さが変形してしまう。そのため、竹ひごは割った竹ごとに同じ方向にして束ねて保管する。竹ひごに少しでも水分が残っていると、すだれの糸が緩んだりかびたりするので、1週間ぐらい十分に乾燥させる。左が乾燥した竹材。田中製錬所のすだれは国産の材料を使う。四季を通した日本の竹やそれ以外の天然素材はしなやかさがあり、丈夫で持ちがいい。江戸すだれの特徴は天然素材の味わいをそのまま残しているところにある。やはり基本的には材料はね、乾いたり、それから湿気が来ても長さが伸び縮みしないような材料でなければね、せっかく切り揃えたところはバラバラになっちゃうん でそれ以外の条件は何でも応じることできるんですけどね。例えばのガマだとか五行なんかで言うと、中が一応きび殻状っていうかね、今のちょうど発泡スチロールみたいなのが入ってるわけですよ、芯に。で、断熱効果があると。それからヨシみたいなものは中が中空なんで、光をシャットアウトするんじゃなく半分通すような形になるんで、そういうものはかけると比較的そんな暗くならないと。それぞれのだから素材に合わせることによって、その場所に合わせることができるということなんですね。これは萩。萩はちょっと炙るとそこから水分と油が出てきて柔らかくなる。そこでこすって艶を出しながらまっすぐにしていく。萩は淡い趣があり、繊細な感じが夏障子に適している。竹以外の天然素材は材料の大きさを揃えるため選別を行う。萩、ヨシ、ガマ、五行などはいろんな太さがある。編み出す製品を想定して太さを揃えながら選別を行っていく。選別の際にささくれ、虫食い、皮むけ、皮傷、ねじれなどのある悪い材料を取り除く。材料は先端、中間、根元の太さを揃えながら長年の経験と勘を頼りに選別していく。
ここでは選別枠を使用して